なんかそこ考えると結構根本だな、あるし、この先の物語の。世界を夜明けに導くこととか、で、ゴミーシャのこととか、ゴムゴムのミミカのこととか、黒ひげとルフィは正反対に描かれていくと、チェリーパイうまいまずいとかいう中で、夢っていうのも最終的には正反対になるんじゃないか。つまり、黒ひげの夢の果てが分かれば、それの正反対の行動っていうのがルフィの夢の果てになるんじゃないか、みたいな。で、黒ひげ海賊団が世界って言ってましたけど、黒ひげの夢っていうのは、ロックスの夢と同じなんじゃないか。で、ルフィとロジャーの同じ言葉っつうのもあるんで、こういうつながりになってるんじゃないか。で、世界の王っていうのが、夢の手段だよね。夢の果てを叶えるために世界の王になると、これと反対なのがロジャーとルフィの夢の果てみたいな。でも世界の王になってできることってなんだろうな。金が関係することなのか、その権力が関係することなのか、そのどっちもなのか。いやでもルフィの夢の果ても確かにそうなんだよな。子供の頃にルフィがもう夢の果ては言ってたんだよね、ロジャーと同じ言葉で。子供の頃のルフィが海賊王になったらどうなるか、どうなれると思ってるのかみたいな。それが夢の果てに直接つながっていくはずだと。で、子供の頃のルフィは海賊王になれば、世界一のお宝を見つければ金銀財宝を手に入れることができて、それを使って自分の夢の果てを叶えられると思ったんじゃないか。でもそれはそうだよな。子供が世界一のお宝を手に入れようと考えたら金銀財宝だよな、絶対に。だから大量のお金で叶えられる夢みたいな話なのかな。唯一懸念点がウソップ死ぬほど否定してんじゃん、あれ。海賊王になったとしてもできることじゃねえみたいなね。つまりルフィにとってお金があればできることなんだろうけど、ウソップにとってはいやそんな無理だからって思うことみたいな、ね、なんかその辺は近い気がするんだけどな。お金があればできること、資金があればできること、莫大な金銀財宝を手に入れることができたら叶えられることみたいな。で、ナミさんがこう呆れた歯みたいな表情してるんですけど、それもお金大好きなナミさんからすると、なんでそんなもったいない使い方すんのみたいな呆れ顔だと仮定すれば、そこはこうクリアできるのかなとかね。世界をキャッシュで買う、まあそうだね。あとはガイモンか。ワンピースはお前が見つけて世界を買っちまえで、ああそうするって即答するルフィっていうのがあるんで、金銀財宝で世界を買おうとしているっていう。まあこれもこのチャンネルでよく話しますけど、1億ベリーでココヤシ村を買おうとしたナミ、100億ベリーで国を売ろうとしたドフラミンゴみたいな、このスケールアップが描かれてるんで、最終的に世界を丸ごと買おうとしてる、あるいは売ろうとしてる人物がいるみたいなね。でこれがルフィの夢の果てだったら、まあって感じなのかな。世界を買おうと思ってんだでいいのかな、そうなってくると。世界を買ってどうすんだって話だけどね。世界を買うのも手段だけどな、夢の果ての。宴でかなり使った過去もある。そうだね、宝払いの約束もルフィは守りそうと。そうだね、誰に対して払うのかわからないから金で買うはないと思う。そうだね、ガイモンのあれはヒントと考えなくていいのかな。ワンピースをお前が見つけて世界を買っちまえ、ああそうするっていうのは、そのぐらいでかいこと俺やってくるぜっていう、そんなあんまり深く考えなくていいことなのか。あるいはあそこで小田先生はルフィの夢の果てのヒント、ルフィの結末のヒントを読者に与えてたのかみたいな、ね、ロマン重視で考えると、世界を買っちまえ、ああそうするっていうのが伏線になってる夢の果てであってほしいんですけどね。19話の扉へ猛殺です。ルフィがカバの歯を治療中、タイトル悪魔の実。丸1、カバはバッカニア族を示唆している。カバの特徴、歯が生え続ける、日光に弱い。丸2、もみあげが渦巻き、悪魔の実を示唆している。渦巻きの悪魔を表している。バッカニア族は悪魔の実を生み出すため滞在となった。悪魔の実が全ての元凶、世界を変えてしまった。関係ありませんが、黒ひげはジニーと天竜人との交はありえますか。19話の扉へ、スズメ2匹もいるな。またスズメ2匹はこのチャンネルではかなりこう注目をしてんだよね。何の因果関係があるかわかんないんですけど、今までスズメが2匹描かれたことがあるところを洗っていくと、見えてくる共通点っていうのが、危機からの脱出みたいなところにスズメ2匹が描かれることがあって、そういう考察をしたことあるんですよ。例えば空島の大冒険がありました。で最終的にタコバルーンに乗って正解に降りてくるんですけど、そこも最初落下だったじゃん。1万メーター上からブワー落下して、バルーンがパラシュートみたいに開いたところにスズメ2匹いるとか、おでんの伝説の1時間みたいなのがあって、振り返らずに行けって言って燃え盛るおでん城から時々の実で脱出して、20年後のワノ国に来たその瞬間にスズメが2匹飛んでるとか、2匹じゃないんですけど、スクラップ工場からの脱出っていうところでも炭治郎はスズメをあえて描いて飛ぶとかね。扉絵にスズメが2匹描かれることがあって、こっから先鬼ヶ島に危機的状況が訪れるんじゃないかみたいな、なんか確か考察だったと思うんですけど、
で、この第19話悪魔の実にスズメが2匹描かれてるのも、これ何を示唆しているのか、みたいなね。これって悪魔の実19話って何が描かれていくんだっけ？もしかしたら扉絵だけじゃなくて、この回も重要なのかもな。将来なのか、過去なのか、わかんないですけど、何かの暗示になっているっていう、ね。扉絵ももちろん含めてね。カバーの口をこうやって開けて、カバーの歯を、なんかめっちゃでっかいブラシみたいなので、ルフィが歯磨きしようとしてるんだけど、そのカバーのもみあげが、なんかクルンってなってんだよね。めっちゃ意味深いんだよね。こんな書く必要ないじゃん。だってカバーだったらね。いや、これはちょっと真剣に考えたところだね。熱いところだね。で、このオムライスさんは、つまりバッカニア族が悪魔の実を作った、生み出したっていう考え方だね。いや、でもまあ、その辺と繋がる話で言うんだったら、まあ、人工悪魔の実はパンクハザードであったよね。ベガパンクが作ったウオウオの実の人造悪魔の実。で、それは科学技術によって悪魔の実を紐解いて生み出したっていう話なんだけど、ドレスローザでは小人族がスマイルを作ってんだよね。ただそれ科学技術を紐解いてというよりは、ある種科学を使って養殖だもんね。小人族しかスマイルがなる実を育てるのはめちゃめちゃ難しいみたいな設定あったよね。本物の悪魔の実も、まあ、ある種そういう風に植物からやっぱり実っていうものなんで、植物からなるとしたら、巨大な王国における科学技術を月の民とかがこう担ってたとして、悪魔の実を作る力と科学技術は別で考えた方がいい可能性もあるもんね。もちろんね、それの融合だったかもしれないしね。植物を育てるのが異様にうまい種族と科学技術が長けている種族が協力して生み出したものが悪魔の実だったみたいなね。まあでもそう考えると小人族絡んでほしいんだけどね。なかなかこう難しいところだね。まさに悪魔の実の真相に近づく考察っていうやつだね。今改めてこの最善の知識を持った上で第19話見てみるか。ルフィがバギーをぶん殴ってるって話だね。麦わら帽子3本傷つけられて、唾吐かれてブチ切れたルフィがシャンクスすらバカにされて、シャンクスは偉大の男だ、お前と同士だと、一緒にすんなっつってボーンコーン蹴っていったと。で、唾で汚れた帽子をバギーの顔面にゴシゴシつけてるルフィっていうこれいいよな。めちゃめちゃ顔ギシギシギシって引っ張ってんだよな。この頃のルフィ切れると怖えからね、マジで。で、バラバラのなんとかってやろうとした瞬間分解すんなっつって分解すんなっつってチョップも食らわせるからね。うわー、でもここに北極だ南極だのあれがあんのか。バギーの回想でシャンクスとバギーが北極と南極どっちが寒いかのこう言い争いをしているっていうのがこの第19話悪魔の実で描かれてんだな。バギーが回想の中でまあシャンクスと北極と南極どっちが寒いか言い合ってた。で、北東から敵戦来襲って言って敵戦とロザー海賊団たちが戦う中でバギーは宝の地図を見つけると、巨万の富を。で、この宝の地図をバギー越しに見えてんだけど、これがなんか悪魔の実の真実とかだする？ここにあるのが妖獣イブデとかさ。まあでもなんかこれどこの地図かなんか分かりようもないような、なんかグランドラインとレッドラインもなんかよくわかんねえ、なんかピンポイントの地図だよね、どっかの。これが今や二人とも四皇だもんな。この二人がロジャーとロックスみたいな話なのかな。かつてのジョイボーイとデイビージョーンズとかさ、黒ひげとルフィとかさ、ロジャーロックスとかさ、まあ B の意思が二つあるみたいな話なのかな。この北極と南極のこの対比ね、チェリーパイうまいまずいの対比みたいな感じだもんね。で、海賊見習いバギー、悪魔の実を食わせていただきます、先輩方見ててくださいっつって、偽物のバラバラの実を食べたふりをして売っ払おうと思ってたんだよね、宝の地図と一緒に。で、おいバギーこんなとこで何やってるんだって後ろでタンクスに言われてビクッつって飲んじゃったっていうね。で、宝の地図は海の底にそのまま沈んでしまったっていう。バラバラの実を食べちゃった瞬間に、いや食っちまったじゃねえかって言ってる時に、持ってた宝の地図が風でふわーっつって海の中に入っちゃって、それをめがけてバギーは飛び込んでいったっていうね。巨万の宝の地図だから。で、悪魔の実をもう食べた後だから泳げないけど、シャンクスが助けてくれたっていうね。その悪魔の実に関する今の知識で読んでも決定的に、あ、これってこのことだ、北極と南極がここで匂わされてるのはこういうことだっていうのはまだわかんないけど、ただ壮大な何かこう仕掛けが施されてる可能性がめちゃめちゃ考えられそうな第19話のストーリーなんで、このカバの扉絵も、まあ、含めてここからもね、悪魔の実の正体に関するヒントが投下されるたびに、やっぱりこの第19話は隅々までこう読み返したいところだね。シャンクスたちはカイドウがおでんたちを反壊させたことを知ってて、
なぜ桃之助日和が生き延びてる前提なんでしょうか。小田先生はシャンクスたちがおでん豪傑な最後の物語を知らないことをなぜ私たちに知らせたと思いますか。シャンクスが上の国の事情をそこまで知らない可能性があるんだよね。あれだよな、おでんの過去編のおでんさん、俺たちも手伝おうかって言ってるとこだよね。これの答えはあれをもう一回確認すればいいか。あれでおでんがどのぐらいロジャーたちに助けを求めようとしたかとか、どれだけ和の国が一位かが、おでんがだから和の国のピンチというか危機をシャンクスに伝えてなかったというか、ロジャー海賊団たちには伝えてなかった可能性すらあるよね。俺が何とかすると思ってたから、みんなに心配をさせないために大丈夫大丈夫大丈夫みたいな、俺が収めるから。それでもシャンクスはカイドウを止めたりしてるしね、頂上戦争にカイドウが来るのを。カイドウが和の国を支配していることは絶対知っているはずだから、でなんでおでんの国がカイドウに支配されているのにそれを何にもしてくれない、だからその現状が分かってなかったってことなのかな。なんか気持ち悪さがあるっすよね。伝えてなくてもカイドウが和の国にいるのは絶対知ってるよな。だからそうだよね。そこでなんで救ったりカイドウを和の国から追い出そうとしてくれなかったのかっていうね、おでんの国とか桃之助とか日和とかがもう大きくなってる頃だろうというか、いやカイドウに殺されてるかもしれないことをなんで考えてねえのか。で開国にズニーシャが必要なんだったら桃之助をなんで死ぬ気で守ってねえのかみたいなさ、だそこまでは知らない可能性があるのかな。なんかそこ考えると結構根本だな、ある種この先の物語の。和の国の事情を知らなかったとしても世界を夜明けに導くこととか、でズニーシャのこととかゴムゴムのニカのこととか光月家天月家とかその辺のこととかは知ってなきゃ和の国近海に来てないよね。だってニカだけを手配書で見て何とかしてるんだったら和の国寄る必要ないんだもんね。ルフィと会わないって言ってるしな。ルフィと会わないのになんで和の国近海に来てんだよ。いやここ根本だわ。シャンクスたちがおでん豪傑な最後の物語を知らないことをなぜ私たちに知らせる。シャンクスがおでんの最後の物語を聞かないことを確定したってことなのかな。だからシャンクスに何か裏があるみたいなことも可能性もあるし、なかなか難しいところですわ僕は。だからこの質問に答えるとすると、小田さんはシャンクスたちがおでん豪傑な最後の物語、おでんが豪傑に見える最後の物語をということでいいか、知らないことをなぜ私たちに知らせたと思いますか。でこれ知らせたが前提の質問なんだろうね。シャンクスたちがおでんの物語を知らないことをなんで小田先生はこんなところで知らせたんですかっていうところなんですけど、この知らせたかどうかがまず確定してないと。